皆さんこんにちは、マリサです。霊夢です。今回はチート怪獣第4弾、前回に引き続き紹介しきれなかったチート怪獣たちについて紹介していくんだぜ。第4弾すごいわね。どんどん行くわよ。また他にも紹介してほしいおすすめ怪獣があればコメントくれると嬉しいんだぜ。特撮が大好きなんだよチャンネル。では皆さんからの前回コメントも参考にしつつ、第4弾1体目、バルンガ。1966年放送のウルトラ Q 第11話バルンガに登場した風船怪獣なんだぜ。出たわね。これはなんというか設定が規格外なのよね。エネルギーを吸収し無限大に巨大化することができるのが厄介なんだぜ。防衛隊のミサイルや大型台風のエネルギーさえも吸収してしまったのよね。病院の自家発電まで吸収したり立ちが悪いんだよな。もともと20年前に隕石に付着して地球に飛来し、大学教授の奈良丸博士によってその存在が提唱されていたわ。だがその脅威に気づいた奈良丸はサンプルである幼体バルンガを殺害していたんだぜ。幼体なら殺せるのね。今のところ生体になると倒す手立てがないんだぜ。とまあ、その20年後、別個体が期間中の土星ロケットサタン1号に付着して地球に飛来したというわけね。大きさは胞子大から手のひらサイズ、自動車サイズと成長。飛行機や自動車の燃料や電気など、地球上のあらゆるエネルギーを吸収していくんだぜ。生体になってしまったのね。バルンガは他の怪獣と違い破壊活動はほとんど行わないが、直接触れなくてもエネルギーを吸収できる能力で東京の都市機能を著しく低下させていくんだぜ。困ったことに存在が迷惑なのよね。何もせずに空中を漂い、無音のうちにエネルギーを貪る姿は暴れ回る怪獣以上の恐怖を人々に与えたんだぜ。確かにそんなのが浮いててでかくなっていくなんてほんとシンプルに怖いわよね。メンタルに来るわ。夢に出てきそうだよな。得体の知れない感じが恐怖なのよね。遭遇するなら普通に暴れてる怪獣の方がマシに感じるわ。本来、バルンガの生物としての生態は、宇宙空間を漂い太陽のような恒星のエネルギーを吸収して成長するというものなんだぜ。さらっと言ってくれるけど太陽にそんなことされたら地球人普通に投資だわ。地上で暴れる系はワンチャン逃げ延びればなんとかなるけど太陽をどうにかされると手出せないもんな。しあるのに、最終的には国連の打ち上げた人工太陽のエネルギーを求めて東京上空を離脱。なるほど、食べ物で釣ったのね。まあこれで地球からは追い出せたけどその後太陽に向かったかもしれないというな。明日の朝、晴れていたらまず空を見上げてください。そこに輝いているのは、太陽ではなくバルンガなのかもしれません。ってことね。何にせよ、直接的な破壊をせず、ただ存在するだけで多くの人々に恐怖を与えた怪獣なんだぜ。一度でも大きくなると人間の手で追い出すことはできても倒す方法はなきに等しいのよね。そんな設定もあってか、今のところつぶらやの公式媒体でウルトラ戦士と戦ったことはないんだぜ。二体目の怪獣は、プリズマ。帰ってきたウルトラマン第35話残酷光怪獣プリズマに登場する怪獣だな。それまでに登場した、生物的かつ戦う意志がはっきりしている怪獣と違い、無機質な外見で何を考えているかわからないわね。異質な存在という意味ではさっき紹介したバルンガやグルトンなんかと似ているんだぜ。プリズマの正体は物質にまで圧縮された光の塊なのよね。南極の氷山の中に閉じ込められていたが、太陽黒点の異常が原因で氷が溶け出してしまい、復活してしまったんだぜ。本能的にエネルギー源である強い光を求めていて、昼間は気体となって上空で太陽光を吸収して、夜になると光を求めてオーロラと共に空から舞い降り、世界各地の灯台や船舶などを次々と襲っているわ。この辺りもバルンガに似ているよな。あとはプリズマ光線が厄介なのよね。この光線を浴びた物体や人間は結晶体に変化させられ、光となってプリズマに吸収されるか最終的に消滅してしまうんだぜ。つまり助からないわね。部分的に撃たれたけど生還した、と思っても消滅するの無慈悲だよな。結晶のように大量も強固であり、ウルトラマンジャックのチョップやキックを全く寄せ付けず、その他の攻撃もことごとくプリズマ光線で跳ね返しているわね。第2ラウンドではマットのフリーザー作戦で野球場へとおびき寄せられ、冷却弾を投下されて凍らされるんだぜ。ただそれだけでは完全に倒せなかったり、何かと強いのよね。最後は号がウルトラマンに変身しプリズマの体内へと入り込み、結晶化されながらも中からスペシウム光線を浴びせ続け、
プリズマの体に急激な熱膨張を起こさせて粉々に破壊したんだぜ。急に熱するとガラスが割れるあれね。電子レンジとか気をつけないとこの間割っちゃったんだぜ。わかるわ、耐熱ガラスじゃなくてもある程度までは大概いけるんだけどたまに割れちゃうのよね。とまあ、最終的にはウルトラマンが勝利したが第一戦だったな。3体目の怪獣は、スーパーグランドキングスペクター。2015年から新ウルトラマン絶伝内で放送されたミニコーナー、ウルトラファイトビクトリーに登場する怪獣なんだぜ。スーパーグランドキングの強化形態にしてジュダ改めジュダスペクターが、宇宙に漂う悪霊たちを集結させて生み出した凶悪な怪獣になるわね。本編より先に即時人形が先行販売されていたんだぜ。巨大アプールの力により強化復活を遂げたジュダスペクターが、ウルトラ戦士抹殺のために召喚したのよね。ウルトラマンエースのバーティカルギロチン、レオとアストラのダブルキックも押し返す赤い破壊光線を腹から放ったり、ウルトラマン銀河ビクトリーを一撃でウルトラマン銀河とウルトラマンビクトリーに分離したりと、凄まじい戦闘力を持っているんだぜ。その後も銀河たちを相手に一歩も引かない強さで圧倒し続けるわね。最後はビクトリーナイトとジュダスペクターとの戦いの中で、ビクトリーに応えたビクトリウムコアのエネルギーを受けて一気に弱体化。ここから形勢逆転なんだぜ。弱体化しなかったらきっと勝てなかったわね。動けなくなったところに銀河クロスシュート、メタリウム光線、ウルトラダブルフラッシャーの一斉攻撃でなんとか倒せたんだぜ。前2体とは違ってシンプルに強い敵だったわね。4体目の怪獣は、レイブラッド星人。ベリアルとの因縁深い、謎に包まれた怪獣なんだぜ。肉体は数百年前にすでに滅んでいる亡霊のみでありながらも、幾度となく全宇宙やウルトラ一族に大きな影響を与え続けているわね。どうやって宇宙を支配できたのか、なぜ滅び去ったのかなどは、大怪獣バトルの展開が終了して10年以上経った現在も一切明らかにされていないんだぜ。レイブラッド星人と言いつつその出身地まで不明なのよね。それもあくまで種族名で、一個体としての名称が存在したかさえはっきりしていないんだぜ。自身の後継者、自分の新しい肉体となるものを決めるために宇宙にレイブラッドの遺伝子を巻き、様々な惑星で怪獣使い、レイオニクスを誕生させているのよね。そのため子孫が非常に多くなり、子作りしまくったなどとネタにされているんだぜ。個人的にこの遺伝子をばらまくって思考、子作りというより杉花粉的な印象を受けたけどね。確かにあのクソイマイマシ杉も遺伝子ばらまいてると言えるな。レイブラッド星人を倒すより先に燃やしたいわね。話を戻すと自身の野望の邪魔者である光の国及びウルトラマンを滅ぼすために、ウルトラマンベリアルにレイブラッドの因子とギガバトルナイザーを授けて、悪の道に落としたきっかけもレイブラッド星人なんだよな。このためゼロシリーズジードの本当の黒幕とも言える存在でもあるわね。ちなみに、最近になってギガバトルナイザーを製造したのは、レイブラッド星人ではなくクシア人という別の宇宙人が製造したものであることが判明したんだぜ。レイブラッド星人が作ったわけじゃなかったのね。どうやってギガバトルナイザーを手に入れたのかは不明のままなんだぜ。他にもブルトンを操って惑星ボリスを怪獣無法惑星に変え、植民していた地球人を救いに来た初代ウルトラマンを岩に封印したりしていたわね。ネオでは自らアーマードダークネスを装着してレイとその救援に駆けつけたグランデと戦い負けたんだぜ。その後、星から脱出しようとしていたレイたちに襲いかかるが、間一髪駆けつけた初代ウルトラマンとウルトラセブンに阻まれて失敗。そのまま惑星ハマーの崩壊に飲み込まれて消えていったのよね。なんだが、50年後のゲーム版のストーリーでも、レイオニクスバトルは続いており、レイブラッド星人も未だ健在なんだぜ。これからも精神体として暗躍が期待されるわね。レイオニクスバトルに参戦した面々のエネルギーを吸収したりと、復活をもくろんでるみたいだしな。バトルナイザーに仕込まれていたケイトのゼットンの遺伝子から誕生した EX ゼットンを、自身の新たな肉体にしようともしていたみたいね。まだまだ暗躍しそうな気配なんだぜ。ビジュアルで言えば頭部が特徴的よね。実物のスーツではそのままだとスーツアクターの頭が出てるのをクロマキー合成処理で、アクターの頭部にあるグリーンの丸い的なやつを消してるんだぜ。レイブラッド星人のスーツが映像作品のみの登場で、ショーなどで一度も出てきていないのはそのせいなのね。スーツアクターの頭が出てちゃショーには向かないわな。そして5体目の怪獣は、アーマードダークネス。いや、さっきしれっとレイブラッド星人が装着していたわよね。やっぱバレてたんだな。
本来はエンペラ星人がウルトラの星との再戦時に抗議するはずだった邪悪な力を秘めた鎧なんだぜ。いわくつきの鎧なのよね。鎧でありながら自我を持っており、自立行動も可能。さらに体内に蓄えられた強大な暗黒エネルギーを使い、新たな怪獣を生み出すことまでできるんだぜ。まとったもののパワーを何十倍にもアップさせる効果があるが、エンペラ星人以外が長時間来ていると、装着者をエネルギーとして吸収する死の鎧として恐れられているんだぜ。妖刀的な感じね。裏技としてはレイブラッド星人のように精神体を使った脅威などの特殊な方法を用いれば、本来の装着者以外でも使いこなせるみたいなんだぜ。ちょっとした工夫が必要なのね。これらの特徴から、実はただの鎧ではなく生命体の一種なのではないかとも考えられるが、詳細は不明なんだぜ。そういえばベリアルも装着していたわよね。アナザースペースでの激戦の末、宇宙をさまよっていたウルトラマンベリアルが同意し、復活したのがカイザーダークネスなんだぜ。なるほど、カイザーダークネスの元にもなっていたのね。実はなかなかしぶとく悪影響を与えているんだぜ。さて、今回も5体を紹介したけれど、今後もいろいろなチート怪獣でまとめていきたいわね。どんな怪獣がいるのか楽しみなんだぜ。皆さんのチートだと思った怪獣もコメントいただけると嬉しいわ。これからもウルトラマンについていろいろと解説をしていくから、チャンネル登録よろしくなんだぜ。また次回もよろしく。